よいかな。キリトよ、すぐに来てくれぬか。緊急招集か。非常に困っていてのう、代役を頼みたい。代役だって、何かあったのか。通信で長話もなんであるし、まずは大図書室のわしのところへ。わあ、妙に思わせぶりな通信だったな。私じゃ頼りないですか。去っていくキリトさんの背中をまた見送らないといけないんですか。ピナが見守ってくれている。これなら絶対に勝てます。だから戦いましょう。用件から話してくれないか。思わせぶりだったからずっと気になってて。シノンにこれを叩き返されてんの。これって召喚結晶じゃないか。シノンは黙ってこれを手渡し、耐えられないわと一言残し去って行きおった。神獣が出たのに任務放棄ってことか。あの責任感の強いシノンが放棄するなんて、一体どんな任務なんだ。放棄とも言えるが、そうでないと思う。よくわからないな。詳しく話してくれ。詳細は現地で確認せよ。それをもって南帝国レインドの湖畔に向かってほしい。現地で仲間が待っておるはずじゃ。仲間？気にするでない。さっさと出発せ。Thank you.
ている仲間ってお前か。後任は君かい。また頼りないものをよこしたものだな。まあトラブルの原因が一瞬で分かったぞ。まあよい、私の言う通りにすれば任務は成功したも同然。いや、判断は自分でするから任務の内容を教えてくれ。今回の任務だがね、この地方で民の失踪が多発している。ベクタの迷子か。どうだろうね。記憶を失ってどこかをさまよい歩いていればベクタの迷子かもしれないが。この地方に行方不明に関する伝承は残されていないか。夕闇の門という伝承があるね。どんな伝承だ。夕闇の門は日没より開く門。その門はこの世ならぬ世界へと通ずる。夕闇の門を通じてこの世ならざる者が根を下ろし、夕闇に怯えた者を人知れず連れていった。異界から来た異界の種族、人さらい。穏やかでない伝承だな。行方不明者は見つかってはいないのか。見つかっていないね。手がかりは。様子がおかしかったなどという証言はない。どうして消えたのか不思議がっていた。共通点は。町の外に出る者だけが行方不明になっている。キコリ、カリウド、正体もらしい。これからどうする。次の調査場所の目星は。もちろんつけてある。君を待つ間お茶を飲んで回ったからね。サボってたのか。浅はかだね。有識者とのお茶会、これすなわち地の集約だよ。そんなやり方もあるんだな。で、集まった情報は。数十年前、風変わりな学者がふらりとこの地を訪れた。彼はこう言ったそうだ。南の回廊にまだ見ぬ文明が眠っていると。文明。彼の記した書物も読ませてもらった。その本の挿絵には獣の頭をした亜人が描かれていたよ。文明を築けるほど知的な人型の亜人がいるのか。彼は見たと訴えたが、土地の者は誰も信じなかった。彼が調査したのは地元では聖域とされている南の回廊だからね。信心深い土地の者は確かめようもなかった。知的な亜人、聖域、残された多くの伝承、神獣絡みの可能性が高い。カーディナルが口ごもっていたのはこの懸念があったからか。もし神獣がいるならこれ以上の任務遅延は許されない。俺が片をつけないと。エルドリエ、情報収集ありがとう。早速現場に案内してくれ。気になる情報があったのでね、そちらに行く。現場には君一人で行きたまえ。あ、は？神獣絡みかもしれない。早く解決しないといけないんだ。どうか手伝ってくれ。悪いが、その頼みは聞けないね。はあ、俺一人で調査か。前に来た時と回廊の雰囲気が違うな。
何か来る。あそこなら隠れられそうだ。初めて見る魔獣だったの。カーディナルの言う通り、何か異変が発生しているようだ。慎重に調査を進めるか。奴ら何を騒いでいるんだ。前に来た時にはなかった扉がある。一体誰が何のために作ったんだ。これ以上見つからずに進むことはできないな。一旦戻って。こそこそ調査とは、反逆者にはお似合いの姿だな。脅かすなよエルドリエ。背後の警戒を怠った貴様が悪い。そんなことより物陰に隠れろ。見つかるだろ。隠れるなど弱者のすることだ。お前まさか。もちろん敵は全て切り伏せてきたが。なんてことしてくれたんだ。まずい、奥からも援軍が来てる。一旦戻って体勢を整えるぞ。逃げたいなら一人で行け。いいから来い。逃げなくても全て倒せばよかったではないか。お前が初めからいればそうしたさ。そんなことより私は一刻も早くカーディナル様に報告に向かわなければならない。ではな、キリト。俺も一度カーディナルのところに戻るか。